でもまあこれ何回かやってますけど結構やっぱり残る形になります。でそこで20秒って結構長いんですね。結構先ほどあったようにこういうふうにぐーっとこう取っていく、だいたいノズルが20センチだとすると、1、2、3、4秒ぐらいですよね、学会で推奨しているのは。で引く方が割とこう引きやすいのでこういう形で掃除していただくという形が、まあ、もちろん早い場合はもうちょっとこう何回もやってもらっていいですし、できればゆっくり吸った方が非常に取りやすいと。今ちょっと静かなモードをしてますので、いろいろ絨毯であればブラッシングを使ったりとかいろんな機能を活用してできるだけきれいに取っていただくということが望ましいということになります。